小学1年生の後半くらいから少しずつ自分で答え合わせをすることを学んでいきます。今日は丸付けの勉強しますよ。赤鉛筆で答えが合っていたら丸、間違っていたらピンをつけましょうと説明し、答え合わせを始めます。その途端全部に丸をつけてしまう子が何人もいます。普段真面目で素直な子が何のためらいもなく丸をつける場合が多くて不思議に思っていました。1年生を担任していたある日、私がプリントの丸付けをしているところに子供たちが寄ってきて、先生何しよん？と聞かれ、手を止めずに丸付けよと言った瞬間、あっと気づきました。この子たちには赤ペンで、しかもこのスピードで丸をつけていくことが丸付けなんだ。丸付けは先生と同じ速さで丸をつけなければいけないと思い込んでいるんですね。そこで説明を変えてみました。今日は間違い探しの勉強をします。ちゃんとできるようになったものはもう大丈夫ですよね。でも間違って覚えていたり、やり方が違っていたりすると、大変です。そこはもう一度ちゃんと確かめてできるようにしておかないと、後の勉強で困ってしまいます。合っている時には丸、違っているところはチェックをつけて、どこを勉強し直したらいいか見つけましょうと説明して始めると、みんな一生懸命間違いを探しながら答え合わせをするようになりました。一つも間違いがないと悲しそうな顔をするので、それはいいことなのよ、ね、しっかり分かってるということなんだから、お友達を教えてあげてねと励ますと、安心して笑顔になります。間違いがあった子はきちんと直そうと頑張るし、できるようになっている子は一生懸命説明することでしっかり身につくし、クラス全体が学び合う集団になっていきました。答え合わせのことを丸付けから間違い探しと呼び方を変えただけで、子どもの意識は大きく変わり、丸さえつければいいからしっかり学ぼうになりました。丸をつけてしまう子は素直な子です。間違い探しというと素直に探します。どうぞぜひお試しください。